日常では冴えないただのおっさん。本当は、地上最強の戦神は、愛のとしによる、ライトノベル。キャッチコピーは、その男、向かうところ的なし。2017年10月から小説家になろうに、投稿され、2018年8月に、角川スニーカー文庫より書籍が刊行されている。全7巻。主に小説家になろうに投稿されたストーリーを、 編集して書籍化にしており、なろう、版の方は2021年2月10日に完結となった。特に表記なしで、霊感とする場合は、原作ライトノベルを指すものとする。また、ここで言うコミカライズ版は、UQ ポンズの広告漫画ではなく、田口一般を指す。本作の舞台となる、東方大陸最強の軍事国家。皇族、民のために尽くす皇族はあまりおらず。 ミーナには、アドリアンとベアーテ以外は、教育に失敗したと国評されている。矢上明読みは、レーバティン。帝国が誇る8人の最強戦力。その権限は、最小や魔術長官よりも上に位置する。中でもバルトロメウス、ビルヘミーナ、クロードの3者は3強に数えられる。仙台上層部。 この歴史協力者貴族帝国冒険者ギルド冒険者7級から1級まで存在する。冒険者の割合は7級と6級が7割を占めるという。帝都市民帝都外の民主タルクオルドヌングエルフの首都に住まう者たち。6の花は読みはゼックスグランツ、エルフが誇る6人の最大戦力。帝国の北西に位置する宗教国家。王侯貴族より 神殿関係者の方が権力を持っている。かつて世界を危機に陥れた闇の勢力。一種族の英雄たちによって魔界に追放された。現在は神々の結界に阻まれ、地上に戻れないでいる。王宮元水軍団長や将軍のさらに上に位置する存在。その他一巻から六巻にかけて登場した魔界の民を崇拝する敵対勢力。 田口はじめによるコミカライズ版は2019年3月1日よりドラドラシャープにて配信されていたが、2020年9月3日からドラドラフラットに移籍した。しかし、田口はじめの体調不良により2021年4月16日に打ち切りが発表されたため、2021年2月25日の更新が最後になった。ありがとうございます。